さあ、毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。メジャーデビュー記念日のあの日、全国のレコードストショップでね、いろいろやってたけども、俺仕事で行けなかったことから本当に後悔。ありがとうございます。今夜は秋を見つける研究。さらに今週リリースになるパフュームワールドツアーセカンド、この映像作品を研究していきます。パフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。ラジオネームゲゲからの依頼、小さい秋を見つけられるかを研究せよ。お姉ちゃんたち久しぶり。ああびっくりした、久しぶり。子供のっちだよ。本当だね、子供のっちどうしたの？あのね、お姉さんたちは、うん、結構いい大人でしょ。そうだね、もう25、うん、だもん ね、はい、一個知りたいことがあるんだけど、うん、いい？何？いいよ。この前学校で小さい秋見つけたって歌を歌ったんだけど、うん、この小さい秋ってニュアンスがいまいちよくわからなくてさ、うん、これって何なの？サイズ感の話？季節にサイズがあるってどういうことなの？なるほどね。それって確か去年お姉さんたち教えてあげたよね。うん、言った気がする。そう、忘れちゃった？うん、忘れちゃった。お、開き直るね。早いね。ねえねえ、秋には大きさがあるの？もちろんあるよ。マジで？うん。じゃあさ、うん、お姉さんたちが見つけた小さい秋を教えてよ。うん。小さい秋？うん。あるよ。うん。私ね、うん、ちょうだい。いきます。いいですか？うん。上から。ね、先週くらいにね、うん、ふとね、金木犀の香り感じた。早いでしょ？うん、あ、これ秋だってなって、うん。小さい秋見つけた。早いし、まだそれ大きいよ。え？ここが大きい？秋を釣ったら金木犀でしょ？うん、そう、うん、そうだけど。のっちが知りたいのは小さい秋だから。あ、小さくないんだ。トピックとして大きいか小さいか。大きい、大きい。あー、なるほど。大きいか。それで言うと。それで言うと。うん、ちょうだい。雨が結構降って、うん、風が冷たい。はあ、なるほどね、うん、中くらいかな。中くらい。あ、中くらい。それも中くらい。やっぱ夏が終わって秋ってなると、うん、あの涼しい風がね、そうそうそう、あれ秋かな、あ、まだ夏かな、秋かなっていう、そのやっぱ中くらいかなって思うね。中くらい。あ、じゃあ、うん、じゃあ、うん、それにつながって、うん、部屋のエアコンつけなくなった。はあ、どう？でかい。でかいの？でかい。小さくない？でかいよ。でかい？大きい焼き。大きいの？エアコンさ、うん、結構電気代今年もかかったよ。かかったの？あれ？子供たち払ってんの？そうなんだよ。電気代とか知ってんの？びっくりするぐらいかかっちゃったから。結構甘えたね。そう、夏も暑かったからね。そうね。それの差は大きいと。大きい。そうか。じゃあさ、あ、ちょっと忘れたみたい。今忘れた。覚えてんのに。あ、じゃあ、じゃあ。なになに？セミの鳴き声なくなったよ。嘘。そしてコオロギになってたよ。はぁ、ラララララララってやつ。小さい。あ、小さい。これが小さいなんだ。あ、よかった。なんか嬉しい。あ、嬉しい。そこが小さいか。あーちゃんお姉ちゃんって、うん、虫の声気にするんだっていう。うん、その発見？発見。その発見？気にするでしょ。小さいよ。小さかった？はあ、そういうのが小さい秋っていうんだね。そうみたい。どう？子供の小さい秋は見つけられたの？うん、見つけられた。きっとその街を歩く中で、うん、秋を見つけようって思う、そういう気持ちが小さい秋なんじゃないかなって思うな。うん、あ、見つける以前の話ね、うん、気持ちを持つとこなんだね。なるほどね。すっきりしたよ。姉さんたちありがとね。よかったよ。じゃあ僕帰るね。帰る？いいよ。あの、全米デビューおめでとうございます。ありがとうございます。お土産にアメリカのハンバーガー買ってきてね。お土産？ハンバーガー？あの、持ち込めるかな。バイバイ。あ、バイバイ。あ、バイバイ。
皆さん、こんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、パフュームです。よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、パフュームワールドツアーセカンドのブルーレイ &DVD の魅力を研究せよ。2013年に開催されましたヨーロッパツアー、パフュームワールドツアーセカンド。パフューム初上陸となったドイツ、イギリス、フランス公演の中から、ロンドン公演の模様を収録したブルーレイ &DVD が10月の1日にリリースになります。わーい、よっしゃーい。じゃあ恒例の倍速オーディオコメンタリーをお届けしましょう。しゃ、はい、今回も、うん、パフュームロックスの時間考えたら、うん、まあ32倍速かな。ご存知32倍速ってね。見たことないからね。32倍速ってめっちゃ早いんだよ。本当だよ。このラジオだけだよ。本当。本当だよ。そんな設定あるんだってところがまず。見れてないからね。うん、まあでも行きますか。うん、一生懸命お伝えします。はい。じゃあ32倍速オーディオコメンタリースタート。始まりました。はい、始まりました。マッピングされています。おお。一人ずつ違うよ。違うこと映ってるよ。あ、ほら一人ずつ色も違うんだよ。衣装がね、開いたり閉じたりするのよ。そう、あ、脱いだ、これ脱いだ。おー、ステンディング、ステンディング。はい、これもね、これバージョンですから、イギリスのこのあのワールドツアーバージョンでやってますよ。あ、はい、前に出てきましたよ。ここ結構緊張してます。もう洋服は変化してますね。脱いでますね。洋服は変化してます。はい、あ、でも全部脱ぎました。あ、マジで。マジックラブ始まりましたね。この後ろのマッピングも綺麗なんですよ。綺麗ですね。このワカ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 ってやつね。階段降りながらの振り付けがね、そう、結構苦難しましたね。結構苦難しました。でもあの、いいですよ。衣装が結構シンプルな感じですけど、あまり着飾らずに行きました。そうですね。うん、でレーザーがほら飛びましたよ。レーザービームだ。はい、レーザービームでレーザーが。おお、いいよ。お客さんの絵がいいよ。すごくいいよ。そう、今回さ、カメラがさ少ないから見やすいんだよね、カット割りが。そう、結構ロングトーンでね。そうそうそう、ラメな感じがね。と生地カットをね使っています。いいよ、汗なんか拭いちゃったりして。汗結構、ね、フリリズムですね、これ。あー、やっぱりね、この曲の人気はやっぱりすごかったです。おー、うん、やっぱりあの、しゃべってるよ。英語でしゃべってる。あ、盛り上がってる。盛り上がってるね。本当だ。一生懸命覚えました。うん、ノッチさんちゃんと汗すごいです。汗すごいわ。やっぱりちゃんと書いてますね。緊張したわー、これ。緊張しました。あ、いいですね。いい顔。あ、喋ってんのかな。あ、歌ってる。あ、まあ、あーちゃん持ち上げたい。もう持ち上げた。スプリングオブライフ。へー、スプリングオブライフからやりましたね。いや、めっちゃ盛り上がってるじゃん。うん、金髪の子。そうね。うん、あ、セブンセブンだ。本当だ。そうだそうだ。このさ、セブンセブンって日本の人たちはもちろん、うん、こう知ってくれてる人は盛り上がってくれるって分かってたけど、うん、ヨーロッパに行っても同じね、あの反応してくれたのが、レアな歌ってこと分かって反応してくれたんだ、ね。あ、これハンディーマンじゃない？そうだ。映像でさ、まだね、だ、曲のなんか、なんだろうね、洋服着替えてる時にね、作ってもらって。あ、この衣装すごい大丈夫ないだ。ねえ、可愛い。この衣装すごい気に入っとった。いい色。あ、エクロワールド。あ、もう五光がほら。いいよ。エレクトロも盛り上がったな。はい、手を重ねています。はい、 PTA のコーナー。 PTA コンタクト。そうよ、グラスティーズって言ってんだからね。グラスティーズって言ったんだっけ。そうよ、レディースって言って。あ、いい、アウト、いい、あ、いい、アウト、いい、アウト、アウト、いづらいわ。インサイアウトサイアウトサイ。あれもうこれなんだ、これなんだ、フェイクイットだ。すごい手上がってる。じゃんじゃん、あ、飛んでる。いいですね、ジャンプしてますよ。いやー、かっこいい。あ、もうドリームファイター。歌詞がね、歌詞を母国の歌詞で全部出して歌ったんですよ。そうそうそう、そう、うん、泣いてる子もいっぱいいました。で、チョコレートですか。はい。あ、2月14日やっとったの今。うん、2しか見えた。でした、喋った。あ、最後もやろー。あー、手上げてるよ。いい曲だよ。終わったかな、これ。あ、最後喋ってる。喋ってるよ。あ、曲をね、選んでもらって、アンコールの曲やったんですよ。どれがいいですかって言って。収録されてるのグリッターなのね。ねえ。そうだ。もう、あ、終わった。終わった。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間だね、やっぱり。早いな。でもやっぱりちょっと、うちちょっとこなれてきた感
ない。そうそうそう、なんとなくちゃんとお伝えできてきたような気がするそうそうそう、なんかわわわわみたいななくなった。うん、やっぱりちょっとこの研究を重ねているにつれ自分たちの成長を感じます、はい、あらありがとうございます。そうかもしれない、ありがとうございます。こちら Perfume ワールドツアーセカンド10月1日にリリースです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今週吉田教頭投稿ラストウィークですね。そうですね、はい、ちょっと早いですが吉田教頭2年半お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。今度はね、はい、別の場所で、はい、吉田大吾としてお会いできたら嬉しいですよね。大吾って呼んだね。大吾って名前なんだ。なんか大吾な印象ないね。へえ。大吾ってなんか男らしい名前な。意外ですね。そうですね。ちょっとひょろっとしてるから。ここに来てそんな初めてなところ知るっていう。いい名前。寂しいですけれど、別のところであってもね、もしかしたら教頭って、そうじゃね、そっちがしっくりくるかもね、呼ばしてもらえたら嬉しいよ、うん、でも別の場所でも、うん、仕事などでも会えたら嬉しいね、ね、うん、仲良くなりたい、頑張ってください、頑張ってください。これからも私たちはスクールオブロックで勤務していきます。はい、ぜひぜひ別の場所だった時は教頭と呼んでいただければね、幸いです。本当に僕も多分ですけど、僕もなんか研究員って言いそうな気がするんでね研究の方はどうなんだと、今まで研究員って呼んだことなかったないけれども急にえってなんじゃ、さっきもねPerfume研究員のこの紹介ね、Perfume Rocks、うん、の時に、うん、あ、これ言うのも今日が最後だってちょっとしんみりしちゃいましたからね。いやでも本当にまた会えることを楽しみにね、してると思います。そして僕大吾なんですよ。大吾ね、覚えてくださいね。俺大好きだからね。そう、大好き大吾でやってたのよ。そうだよ、このラジオはダブル代々だからね、俺らいわゆるねダブル代々でお送りしてるからね。ダブル代々で見てよ、ほんと今日の僕のこのシャツにしたの、代々色の T シャツしてんのよ、これが。ほんとだ、ほんとにこれ見て、俺も T シャツ、うん、これ見て、え、グレーじゃねえかよ。グレーだった、ペコペコ、ネズミ色じゃねえかよ。てへてへ、なんだ。さあ、そしていよいよ今週の水曜日リリース来たね、はい、Perfume ワールドツアーセカンド、うん、これブルーレイとね DVD で発売。やった。今もずっとね解説してくれてたけれども、去年のね、はい、2013年のヨーロッパツアーロンドン公演を収録ってことで、これはマジでね楽しみだね。はい、いろんな曲の情報も知れたけれども、待っております。改めて買って、しっかりと見届けたいと思います。明後日、明日のこの時間は社会の講師クリーパイプ先生が登場。